ちょっとずつレンジにかけてくださいね。20秒。40秒。そう見えてるんだ。病気だ。柔らか。匂いとかが前面に来るから、そうか、これってクリームじゃないんだな、みたいな。そうだね。見た目はこんなに。甘い。柔らけ。すごい湯気。あっと。甘い鍋食べてるみたい。片栗粉でとろみつけたものっぽく思えてきます。ブーン。てー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 。朝生。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。はい。すごい。40秒で爆発するんだ。めっちゃグツグツいってる。あ、サクサクしてきたぞ。エッグタルト。あー、パンはサクサクに始まってるわ、これ。うん、あっちちちきちちきちー。大きい子玉ひびき。うまい。こがんちのクリームパンすげーなー。おー、俺んちのクリームパン見ててくれよ。バンバン行ってっからよ。クリームが焦げてきた。おっほ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 っ。とろりともしない。固まった。大勝利。割って2分、小がんちのクリームパン。クリームが嫌な感じがない。これが次の味勝負に勝つの。できた。ウスタークリームあんぱん、はい。すげえ。1個割って2分チームすれば、OK。そしたら。ガリッガリの新しいお菓子が生まれますので。はい。おしゃれ。